ただいま戻りました、シロ。ああ、おかえり。シントまで行ってまいりました。そうそう、セーバーちゃんはいろいろ連れ回しがいがあるわね。みんなサービスしてくれるし。またセイバーに変な場所ばかり教えてたんだろう。しょうがないな。結構な言い方じゃないの。あれね、良いことはみんなセイバーちゃんのおかげにして、悪いことは私のせいにする気なのね。ふんだ、行こうセイバーちゃん。女心のわからないシローはそこで日が暮れるまで掃除してればいいのよ。あのタイガ、シロ、私たちはその。いいけど、シントまで何しに行ったんだろう。取り調べと言ったらあれだよな。うん。ただいま戻りました。失礼します。おい、二人とも、お茶入れたぞ。いや、すまないセイバー、悪かった。ノックすればよかった。すぐに出ていく。お待ちください。その水着をですね、着てみようと思いまして。今日はシントに水着を買いに行ったのです。タイガはいろいろと見立ててくれましたし、店員の方もお似合いですと褒めてくれたのですが、今一つ自信が持てず、姿見で確かめてみようと。そうか、それは悪かった。次からはきちんとノックを。つきましてはですね、シローにも似合うかどうか見ていただきたいのですが。ああ、わかった。着替え終わったら教えてくれ。じゃあセイバー、俺は一旦。はい、すぐに着替えますから、そのまま待っていてくださいますか、シロ。え、ここで待機。はい、すぐに済みます。一度行ってしまわれたら、シロはきっと何か理由を見つけて避けてしまうような気が。そんなことないけど。お願いします。シロ。何？付属のリボンがほどけて、これはどこについていたものでしょう。リボン、わかんないよ俺には。そう言わずに見ていただきたいのですが。無理だ。ちょっと、もう限界。とにかく、一度何か羽織って、そうだ。セイバー、鎧をまとうんだ。え、なぜでしょう。こちらに敵はいませんが。とにかく何か着て。
これでよろしいのでしょうか。ああ、安心した。シロ。あ？やはり私には、この戦装束が似合うのですね。はい。はい。元より私はそのような存在なのです。水着だのドレスだのといった華美な装飾は。待った。いえ、慰めはいいのです。シロウの先ほどまでの困りようと今の安堵を見れば一目瞭然ですから。ただの誤解だ。裸だったら誰だって焦るだろう。そうなのでしょうか。私の裸はさして。おいえ、ビッグブラザーが僕らを見てる。ビッグブラザーが僕らを聞いている。タイガですね。この部屋に向かっているようです。僕らはみんなビッグブラザーの息子だから。僕らはブラザーを愛する。だけど僕らは知ったのさ。ああ、よかった。その夜に真っ黒な車がやってきて。セイバー、その格好。はい、しまった。これを見られては。僕らはみんな刑務所送り、灰色の壁の中で知ったのさ。僕らはみんな人間だ。ビッグブラザーの息子なんかじゃない。だけど。そういえば、この中に隠れろ。シロ。オーノー、ネズミ、ネズミはやめて。ネズミ、ネズミ、オーノー、ネズミ。セイバーちゃん、いるかな。あれ、シロ。いや、セイバーならいないぞ。そうなの？ちょっとセイバーちゃんに今日のお買い物のことで相談があったんだけどね。シロは私たちが食べ歩き漫遊記を繰り広げてたと信じてるようだけど。なるほど。時にはそういうのもいいんじゃないのか。お、さっきとは打って変わった理解の良さ。よしよし、30分見ない間にシロも成長したのね。ああ、だし目を離した隙に刮目していただ。そんなわけなんで今に戻れ、フジネ。あはっは、戻れというなら戻りましょう。けどどうしてシロがセイバーちゃんの部屋にいるのかな。んー、あ、いや、セイバーにお茶を渡しに来たんだ。本当にどこに行ったんだろうな。そうだ、道場へ探しに行ってみたら。お茶受けはチョコレートか。そうだ、お茶にしよう、フジネ。縁側でお茶すればセイバーだってチョコに釣られてきっと来るだろうし。
シロお姉ちゃんにはこれはさっきセイバーちゃんが着てた洋服に見えます。同じのを何着も持ってるなんて遠坂のお下がり気に入ってるんだな。まだ暖かいから今脱いだばかりね。セイバーちゃんはどうして着替えたのかな。風呂じゃないか。ここから風呂場まで裸で行ったの？この部屋にいるはずよね。しーろー、 ご近所さんに迷惑だぞ、藤根。お隣さんはよくできた方々だから、どんなに騒いでも文句なんか言ってこないわよ。刃物を打ち鳴らしたって、花火を打ち上げたって、じゃなくてそれは藤姉がいつも規制上げたり気温立てたりするから諦められちゃったんだろ。そうやって話をそらそうったって無駄よ。さあ、不純異性行為の現場発見。おとなしくバクにつけ。お茶を持ってきただけだ、誤解だ。誤解も6回もありません。セイバーちゃんを脱がし、よからぬことを企み、しかし正義の使者たる私が登場。こいつは極上だぜと慌ててセイバーちゃんを押し入れに隠したなんてことを1分間と20秒前からお見通しよ。とにかく押し入れは改めさせてもらうわよ。ぎっぎっ、覚悟はいいわね、シロウ。もう大丈夫よ、セイバーちゃん。失礼、ついうたた寝をしておりました。それで何かあったのですか、タイガ。その声はセイバーちゃんよね。どうして雨がっぱで押し入れなの。時にそんな気分になるのです。なんだ、こんなところにいたのか、セイバー。まるで気づかなかったよ。なるほど。もう恥ずかしがってシロウから隠れるなんて、セイバーちゃんもスーパー乙女なんだから。はい、でも私そういうの初々しくて好きよ。何言ってんだ、藤姉。じゃあここでシロウにお披露目。お姉ちゃんの見立てがシロウにズッキューンってくるか興味があるし、さあセイバちゃんどうぞ。お断りします。またまたセイバーちゃんったら。
こうなったらお姉ちゃん実力行使に出ちゃうぞ。おやめください。大河では私にかなわないことは承知のはずだと思いますが。お許しください、タイガ。甘く見たわね、セーバーちゃん。食らいなさい、藤村流ドタリボーギー。ヒレントリオ投げ。食べ物を粗末にするとは何事ですか、タイガ。なんだセーバーちゃん、そんなの着てたの。そんなのとは何ですか。あの夫人ね、それはその、その格好でもやっぱり改めてシローに見せるのは恥ずかしかったわけか。なるほどなるほど。フジネ、驚かないのか。どうして。だってその鎧だぞ。それもプレートメールな。うむ、見事なコスプレじゃのう。コスプレ？あ、ニュースでたまに見かけるじゃない。これが今流行りのコスプレってものかなってお姉ちゃんは思ってたんだけど。そう、そうなんだよ。これはコスプレ。よくできてるだろ。ほんと、ちゃんと鉄でできてるじゃない。こだわりの一品ですので。こんなの作れる職人がこの町にいたのかしら。俺が作ったんだ、土蔵で。シローなら手先が器用だし根性あるもんね。苦労したさ、何度諦めようと思ったことか。えらいわ、保護者としてお姉ちゃん嬉しいわ。ところでなんでそんなに頑張ったの。それはその文化祭の出し物用に頼まれてたな。それは絶対嘘ね。だってセーバーちゃんもうずっと前からその格好してたじゃない。いつ私がこの姿でタイガの前に。
お昼に時代劇見てたりゲームしてたりするときに。気合の入った時のセーバーちゃんの勝負服よね。つまり。うん、そういうのもセーバーちゃんに似合うけどね。でもやっぱり女の子はちゃんと可愛い格好しなきゃダメよ。せっかく水着も買ってきたんだから。はい。シロもちゃんとその時はエスコートしなさい。奥手が過ぎるとセーバーちゃんも困るわよ。はい。今日は珍しくセーバーちゃんに勝てたし気分がいいわね。あ、シロ、お茶とチョコはもらっていくわね。おう。コスプレね。この家でも流行ってるのかな。さくらちゃんも黒地に赤のストライプのパジャマを着てるし、ライダーさんは紫のボディコンだし、私も調達しよっかな。何がいいかな。やっぱり個人のマスク面かな。シロ、クセみたいなものだろ。仕方ない。はい、これからは注意します。そんな心機臭くならずにさ。そうそう、さっきの水着の話だけど。はい。ここで見せるよりもっとふさわしい場所があるだろ。今度シントのプールに行かないか。いや、なんだ、シントに新しいプールができたって話を聞いたからつい。はい、喜んでお付き合いさせていただきます。